株式会社池田はかつて存在した主に北海道西南部においてケーズ電気の屋号で家電量販店を展開していた企業。家電量販店チェーンを展開するケーズホールディングスの持ち分法適用関連会社の一つであった。本社は北海道伊達市においていた。2015年8月1日にケーズ HD の完全子会社となった上で、 電光堂に吸収合併された。合併時には7店舗を運営していた。もともとは、イブリ地区における相互電機のフランチャイジーであったが、2002年2月14日に、同社が破綻したため、同月に提携を進めていたケーズ電機と、フランチャイズ契約を結び、当時経営していた、イエス相互電機3店舗のうち2店舗を、ケーズ電機に転換した。これにより、ケーズ電機は FC ながら、 北海道進出を果たすことになる。後に、北海道にも店舗を展開していた電光堂が2007年に、ケーズ電機参加となった際、イブリ地区の店舗のうちマックスティンコドムロラン店は、池田に移管された上で店舗名を、ケーズ電機に転換したのに対し、マックスティンコドトマコマイ店は電光堂運営のまま、店舗名を、ケーズ電機に転換した。2008年度に、 これまで資本関係がなかったケーズ HD が池田株式の一部を取得したため同社の持ち分法適用会社となった。2010年から11年、新規出店を開始する。新規開拓地域の模索を検討。帯広、上別、森、っちゃん、富良野、えにわなどを候補としていた。2011年11月23日。 ケーズ電機クッチャン店を500坪で開店。2013年9月、い地点新規開店。ケーズ電機をたる店、クッチャン店とドミナント化が進む。2015年8月1日、ケーズ HD の北海道、東北地区での効率的な事業拡大方針に沿って、同社と株式交換を行い、完全子会社となった上で、同 HD 参加の連結子会社である。 電光道に吸収合併された。店舗はいずれもケー図電気。ありがとうございます。